はい。おはよう。誰？千鶴は千鶴だよ。こら千鶴、勝手に人の部屋開けちゃダメよ。先生、起きてるよ。千鶴が起こしたんじゃないの？ほら、寝起きじゃない。え？だって起きてるよ。みんなが千鶴みたいにすぐ起きられるわけじゃないんだから。おはよう、蒼太くん。おはようございます。朝から騒がしくてごめんね。朝は苦手かな。あんまり。そっかそっか。それじゃあ、きちんと起きたら談話室に来てくれるかな。昨日はバタバタしてて、みんなに蒼太くんを紹介できなかったから。場所はわかるかな？階段降りてすぐのところ。はい。千鶴が案内してあげよっか。千鶴は先生と先に行ってようね。蒼太くん、ゆっくりでいいからね。後でねー。今日も暑いな。みんなには話してたけど、昨日から新しく入った篠原蒼太くん、前は都会にいたんだよね。一応ここでの生活は慣れないことばっかりだろうから、わからないことがあればすぐに誰かに聞いて、みんなも教えてあげてね。はーい。まずは自己紹介しましょうか。私は昨日挨拶したから省略して、涼介から時計順に挨拶。はい。俺からか。篠梅涼介だ。蒼太の隣の部屋だから何でも聞いてくれな。蒼太ってん？あ、呼び捨て気になる？いや、次千鶴。千鶴はね、明坂千鶴だよ。よろしくね、蒼太くん。さっきの、さっきは寝起きにごめんね。千鶴、蒼太にもやったのか？挨拶しただけだよ。怒られても知らないからな。なんで？はい、次はカンナちゃんね。カンナちゃんの名前を教えてあげるだけでいいから、緊張しないで、ゆっくりね。はい。小松カンナです。カンナちゃんは人見知りなんだ。時間が経てば馴染めると思うから。カンナ、頑張ったね。うんうん、今までで一番良かった。ありがとう。よし、次はホタル。ホタル？ホタル。ホタルちゃん、挨拶だって。挨拶？うん、挨拶。ホタルの名前、蒼太くんに教えてあげて。名前、片桐ホタル。ホタルはぼーっとしてることが多いから返事がないこともあるだろうけど、怒らないであげてね。で、最後は久保カズマ。カズマくんは物知りなんだよ。わかんないことはカズマに聞けば大体わかるぜ。今日からは蒼太くんを加えたこのメンバーでの生活になるからね。みんなで仲良く過ごすように。蒼太、蒼太。涼介だっけ？そう。トランプしないか？トランプ？いっつも暇つぶしに、だいたい千鶴とカンナとやってるんだけど、3人だと盛り上がりに欠けるんだよな。他の2人は？カズマはたまに参加するかな。ホタルはトランプやらない。ああ。別に仲間外れにしてるわけじゃないけどな。誘うことは誘うんだぜ。返事返ってくるの？たまに？でもやらないってさ。で、やらね？いいよ。よっしゃ、ちょっと待って。部屋からトランプ持ってくるから。
トランプやるんだな。え、ああ。やらないかと思った。誘われたから。カズマくんはやらないの？気が向いた時だけ。そう。あいつらみたいに何も考えなくていいようになった方が幸せなのかもな。考えなくていい？ある意味、ホタルが一番正しいのかもしれない。どういうこと？そのままだよ。お前はどっちなんだろうな。何を言ってるの？お待たせー。お、カズマ、トランプ、お前もやる？今日はいいや。ほーい。んじゃ、4人だな。ちずる、カンナ、トランプやるぞー。あ、今日はソータくんもいるんだね。あ、ほらほら、カンナ、こっち座って。それでは、まずは、恒例のババ抜きから始めるぞ。あー。おー。ソータ、手強いな。ここまでやるとは、甘く見ていた。ソータくん、トランプ得意なの？うん、別に普通だと思うけど。これが普通？じゃあ俺たちはなんだ？弱い、弱すぎる。これはもうハンデつけるしかありませんな。そうだそうだ。ハンデって？チズルたちはチームになろう。お、グッドアイデアだ、チズル。よーし、それでは次は。あ、ちょっと休憩。なに？逃げるのか？勝ち逃げだ。さすがに2時間近くトランプは疲れるよ。そうだね、休憩しようよ。仕方ない。ん？ソータ、どこか行くのか？部屋で少し。続きはまた。やっぱり逃げる気じゃねえか。もうやんないの？もしかして部屋の片付け終わってなかったの？え？あ、そうか、昨日来たんだもんな。ちずるお手伝いしてあげよっか。いや、そんなにすることもないから。そんな。悪かったな、引き止めて。いや、平気。何かわからないことあったら何でも聞いてね。手が足りないなら手伝ってやるからな。千鶴よりは使い物になるから頼れよ。そんなことないよ、千鶴のことも頼っていいからね。機会があれば。もう夕方か。そうだ、いるか？いる。開けるぞ。片付け終わったか？一応。お疲れ。そろそろ夕飯の時間近いから呼びに来たんだ。ああ、この時間なんだっけ？そう。今日何かな？あとこれだけ片付けたら行くよ。了解。先行ってるからな。うん。こんなもんか。あとは戻ってきてからで。あれ、場所って談話室でいいのか？あ、ホタルさんだっけ？新しい人。うん。どうしてここにいる？どうして？こんなとこ。あ、そうだ。夕食食べに行くところで、談話室でいいのかと思って。うん。ホタルさんは行かないの？どこに？だから、談話室、夕食まだだよね。私は、どこにも行けない。どういう
どこにも行けないの。それ…ここにいたのね。先生。ホタルはこうして呼びに来ないと、なかなか集まってくれなくてね。もしかしてソウタ君、ホタルのことを連れてこようとしてくれたのかな。はい、声をかけて。ありがとう。ほら、ホタル、談話室でみんな待ってるよ。ソウタ君も行こう。はい。ソウタ君迷ってたの？呼びに行った時、待ってればよかったな。ううん、ホタルを連れてこようとしてくれててね。へえ、偉いな。いや、それより早くご飯食べようよ。そうだね。あ、二人の分の用意しておいてくれたのね。はい。ありがとう。ほら、二人とも席に座って。はい、じゃあ今日はカンナが挨拶してくれる？いただきます。いただきます。りょうすけ、やめろよ。また何かやってるのか。来るなって。りょうすけ、りょうすけ、やだやだ、なんだよ。開けるよ、りょうすけ。あ、そうだ、隣まで声聞こえてたからどうしたかと思って。あいつが。あいつ、誰かいるのか。そこにいるだろう、あいつ。どこ。そこ。何もいないけど。なんでだよ、いるだろ、なんか変なやつ。変なやつ、ずっとこっち見てるんだ。とりあえず先生呼んでこようか。なんで、なんで俺ばっかり。ちょっと待ってて。誰もいなかったと思うんだけど。あ、ソウタくんだ。どこ行くの？先生のところ。どうしたの？なんか困りごと？ちづるが相談乗ってあげるよ。いや、りょうすけが。ああ、もしかしてうるさかった？うるさいっていうか、様子がおかしかったから。様子が？ああ、そっか。ソウタくんは知らないんだった。何？りょうすけはね、幽霊が見えるんだよ。幽霊？そう。夜になったら見えちゃうんだって。だから、夜はいつもそんな感じだよ。部屋に誰かいるって。そうそう。幽霊がね、いっぱいいるんだって。大変だよね。先生呼ばなくていいのか？いつものことだし、ひどい時はさすがに呼ぶんだけど。ひどい時って？部屋から出てきちゃって、廊下とかでね、暴れる時があるんだよ。そうなると危ないからね。暴れるのか。すごいよ。いろんなもの振り回したりするの。この間はね、部屋でね。またりょうすけがやってんの？あれ？お、そいつが新入り？うん、ソウタくんだよ。ソウタくん、この子はヒカルね。ヒカルさん？そんなに驚くなよ。ただの双子。カンナとは喋ったのか？一応、挨拶は。そうそう。あのね、今日はソウタくんも一緒にトランプしたんだよ。カンナ頑張って喋ってたの。へぇ。昼間は見かけなかったけど。ああ、私夜型なんだよね。だから昼間は大体寝てるんだわ。カンナとは正反対だもんね。性格もな。言いたいことあんならはっきり言えっつーの。ああ、そうだ。ヒカルに借りてた本返そうと思ってたんだよね。部屋行っていい？おう、行くか。ソウタくんは先生のとこ行くの？りょうすけなら大丈夫だと思うけど。
いや、戻る。そっか。それじゃね。またな。うん。あ。ああ、お前か。涼介のあれ見たのか？うん。まあ、すぐ慣れるさ。そうかな。あんまり気になるなら、部屋変えてもらえばいい。そうだね。お前は、なんでここに来たんだろうな。何かあるのか？そういえば、ホタルさんにも似たようなこと言われたかも。ホタルが？それから、ホタルさんはどこにも行けないって。どういう意味だったんだろう。カズマくん？いや、俺部屋に戻るから。ああ、うん。おやすみ。おやすみ。